さあ、今ちょっとですね、新聞配達終わりで、お腹痛いのとちょっと本職遅刻しかけておる状況なんですけども、でも動画一本撮りたいなってことで今撮影を始めてます。いつもありがとうございます。ホツボンバー徳島のパンブキンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、いやちょっと使いましょうよね。 LR 五個技ギニュー孫悟空特戦隊ね、極限 Z 覚醒できました。はいはい。でリーダースキル 130% リーダーになりまして、で、ミルキーキャノン極限一旦アタックとディフェンス大幅上昇ですね。うん。でスペシャルファイティングアサルトも一旦アタックとディフェンス大幅上昇の合計の仲間アタック 30% アップしてくれますよと。うん。でパッシブ、まあ、こんな感じになりました。めちゃめちゃ強くなりました。はい。で、潜在能力ね、ちょっと振り直しやりましたね。はい。連撃22、会心17。で、スキル玉をとりあえずふんだんに追撃と会心をつけております。で、リンクスキル、マックスにしてるということで、まあ、こういう状況にもかかわらず、ちょっとやっていく、私、今回の動画の内容なんですけども、うん、ベジータ伝のタイムアタック、ちょうどいいんじゃないかなって、今もちょっとめっちゃお腹痛いんですよ。めっちゃお腹痛いし、で、本職遅刻仕掛けるし、あ、それだったらもうベジータ伝のタイムアタックというか、ベジータやつあったりしようかなと思ってます。ぜひね、最後までご視聴の方、よろしくお願いいたします。ギニューパスは、ギニューパ。で、私のフェース限ギニューはまあ無凸なんですけど、まあまあまあ、追撃とかベラボーにしてくれますから強いということで、あとはもう補正ですね。もう補正ですわ。とにかく補正。とにかく補正ですね。うん。はい。で、これも補正ですね。もうみんな補正なんですよ。はい。で、フレンドさん、3凸ですね。ありがとうございます。で、サポートアイテム、3ターンブルマと5ターンブルマ、サポートメモリー、フリーザーで行きましょう。タイムアタックです。タイムアタックというか、これタイムアタック苦手だからね。果たしてどう出るかなんでございますけども、10分以内には終わらしたいかなとは、正直、思っておるですね。はい。まあ、とりあえず3ターンブルマでしょ。うん、で、あともう、ぶったたいてやっちゃったらいいんじゃないかなと思ってるわ。うん。まあ、LR 極体ギニューで倒すんじゃない？このターンは。1000万やばいな。うん。田舎の土地代ぐらいあるで。はい、ありがとうございます。ほら、もうワンパンや。な、そういうことですわ。そういうことでございますわな。よし、行こう。どんどん行こう。まあ、果たしてタイムアタックなるかどうかわからないけど、まあ、ベジータにやつ当たりっすわ、この状況。ほんまお腹痛い。飲むヨーグルトや飲むんじゃなかったな。いや、体は正直やわ。腹痛いわ。やっぱりね、飲むヨーグルトを飲んだから、やっぱ牛乳パ使いたいなって話ですよ。まあいいや。あ、次戦は、240万。まあ、このジースもね、補正役なんで、ジースやな、これ。ジースとバーって被るんだよ、なんか知らんけど。うん。ちょっと、どうしよう。もう何でもいいや。うん。あ、ちょっと待って、極技のギニューのアタック値も見たかったな。うん。まあ、もうそこいらええやろ。890万。これ今3ターン目ですね。次のターンで3ターンブルマが、切れちゃうから、うん。827万。すごいぜ。へへへ。LR バーダックチームの極限も来てほしいですけどね。うん。本当に。ああ。で、ここで3ターンブルマの効果が切れたから、もう5ターンブルマでええやん。なあ、あかんのかな、わかんねえけど。うん。5ターンブルマ、なんもこんな感じでええやん。で、フレンドさんの技能で落とすんじゃん。知らんけど。あ、だったら、ダブル掛けしてもよかったかな。3ターンブルマ、5ターン、940万。ダブル掛けの方がよかったかもしれない。まあまあ、次のターン使ってもいいような気がする。追撃よ追撃よ、はい、終わるぞ。ちょ、もうなんか、限界やわ。はい。いい感じ。ええー、動きしてる今日ね。いいよ、もう、ちゃんちゃん終わらしていこう。もう、パパパ終わらしていこうぜ。じゃ、ほんま、マジで。ちょ、マジで腹痛い。ちょっとやばいな。やばいなってきたな。よし、行こう。ああ、行こう。じゃあ、極体ギニューとフェス限ギニューでこのターン落とすやろう。うん。で、次のターンそれで3ターンブルマでも使おっちゃおうかしらな。うん。もう一発、最高じゃん !550 万あんまり声張ると。声張り上げると。フェス限ギニューで落とすやろう。余裕やん、このチーム。さすがだぜ。トーク戦隊。億千万になってる。ヒロミゴー。ゴーヒロミ。
エキゾチックだぜ。ちょっともうエキゾチックやわ、それ。そこで必殺。ちょ、回避すんなって、マジで。もう回避するとこエキゾチックやわ、ほんま。エキゾチックジャパンやわ。959万。やばいな。ほんまに。まあ、サポートアイテム使ってるにしろやばい。うん。苦手属性だけども落としていく。最高だぜ。さあ、どうしよう。いや、まだ変身はええやん。ちょっともう ここで使うわ、なんか。うん。バチコーン行くわ。バチコーン行くわ。な、そうしよう。あ、いや、いけるだ。落とす。回避せんかった。落とすと思ってる、俺は。うん。フェス現金融で行くと思ってる。1000万。最高じゃん。ミルキーキャノンじゃん。エキゾチックジャパンじゃん。特戦隊、特戦隊。で、ジースバータは回避してくれると思うんで。おそらくね。もう一発、最高でない。でもちょっと待って、この動画の主役は、LR55 技、ギニューソン国特戦隊なんで、そこいらご理解いただいて。ああ、これいけるっしょ。もうええよ、大丈夫よ。じゃあ、このモーションが長いわ。うん。俺、二桁って。頑張ってんな。頑張っておるな。やるやないか。さあ、今、ゴタンブロマが、次で切れんのかな。どうなんだろう。ありゃ、ちょっと残ったな。まあ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 、温まってなかったからな。ちょっとミスやな、これ。ちょっとミスちゃん。パープルコメットクラッシュで落とさんだろう。ほら。うわー、最低やわ。ちょっとしんどいな。まあまあ、ええわ。まあ、ええわ。まあ、いい、よしとしよう、よしとしよう。よしとするわ。な。で、できるだけ、あ、技、いや、まあいいや。まあいいわ。もうええわ。もう今さしゃ、技キーでも置いとこうと思ったけど。あ、でもあれか。これで倒すから別に関係ねえ。うん。はいはいはい。もうラスト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 。もう10分以内じゃん、これ今。なあ。知らんけど。10分以内と思うけど。どうかね。5、あ、まだか、ごめん。慌てな。慌てんじゃねえぞ。さあ行きましょう。次のターンとか、LR 極技乳でね、極技技乳でちょっとドッカーンバチコン行きたかったんですけど、まあ俺はしゃあないわ。避けんなよ。ところで避けんなよ。980万。あー、まあまあまあ、ええんちゃいます。ちょっと1000万叩き出したかったな。で、追撃や。追撃22やで、さあ、通常攻撃か。まあ、ええわ、むしゃ。1180万。最高じゃん。敵ぶちかませ、ぶちかませ。次で、あれかえ？ゴタンブルマが、ゴタンブルマなくなるのかな？うん。あー、もうええわ、これ大丈夫。もう早う打て、早う打て。ええねえ、ちょっともう腹痛いわ。早う打て。最高じゃん、二桁って。314万。これもうだいぶ温まった。まだやな。ちょっともうほんまに、ちょっと早終わらして。早して。サガードナイス。あ、まだやな。まだ温まってなかったっていうことです。はい。小北亭二角です。ゴタンブルマ使う。で、ディッカンモードぶちかまして終わりちゃん。と思ってる俺は。わかんねえけど。行きましょう。もっと OK。もう、LR、ギニューで落とすやろ。な。わあ、極技ギニューでね、バチコン行ってはったな、最後。記念気持ちよく。ああ、一つ取りこぼしの君のハートにマッシュルカタパルト。エキゾチックジャパン。ヒロミゴ、トーク戦隊、トーク戦隊。エキゾチックやわ。ヒロミゴ。あの、郷ひろみさんって未だ衰えないよね。あれがすごいな。さあ、何分よ。どや。ごめん、ちょっとタップ音うるさかった。ごめんよ。最近ちょっとご指摘がありまして。まあまあまあ、そこいらんやろ。何分？ 10 分切ってんじゃん。どうよ。ほら、7分。最高でない？ 7分 37.9 秒。いやー、だったらね、もうちょっとそうだな。6分。7分台は切れそうな感じ、かな。ちょっとわかんないけど、もうちょっとね、ちょっと頑張ってみようというところで、ちょっともうお腹痛いんで、もうここいらで動画お開きにしようかと思ってます。皆さんもぜひね、まあ、やってみてくださいというところで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。